皆さんこんにちは。今回は等差数列の応用問題です。図形に応用したものです。どこに等差数列があるのか探してみてください。問題をじっくり解いてみたい人は一時停止をしてくださいね。それでは解説に行きましょう。括弧1は面積についての問題です。この問題にはどんな規則性が隠れているでしょうか？見つけていきましょう。長方形が一つの時、6平方センチメートル。長方形を一つ増やしてみましょう。増えた面積は、赤の部分です。この青い部分は重なっているので、面積を増やしません。1×1 で1平方センチ。赤の面積は5です。長方形2枚の時は、5増えて、11平方センチです。もう一つ長方形を加えましょう。二つ目の時と増える面積は同じですね。5増えます。3枚で16平方センチです。もう規則性はわかりましたか？そうです、等差数列ですね。面積が66になる時が知りたいので。こうなる四角を求めましょう。答えは13枚でした。こんな風に探してみると、等差数列が見つかります。括弧2番も探してみましょう。括弧2では、周りの長さを考えます。括弧1の時のように、1枚から順に考えてみましょう。長方形1枚だと、10センチです。2枚では、青の分だけ増えますね。ところで、重なっている部分は注意しましょう。ここを入れてはいけません。周りの長さは、こんな感じです。ボコボコした図形ですね。周りの長さは、工夫して計算できます。水色の長方形の長さと同じですね。ということは、16センチです。3枚目も行きましょう。この図形の周りの長さは、さっきと同じように、長方形を考えると、22センチです。規則性は見つかりましたか？まず、差に注目しましょう。6ずつ増えていることがわかります。この次も、6増えるでしょう。これって等差数列ですね。初項は10、交差は6です。100センチになる時が問題です。枚数は、答えは16枚でした。今回の問題はいかがでしたか？探してみるのも大事ですね。まとめ。等差数列は必ず隠れています。糸口をつかむために1番目から調べていきましょう。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。